ゼノブレードにはモノリスソフトが開発し、ニンテンドーより2017年12月1日に発売されたニンテンドースイッチ用コンピュータ RPG。2017年1月13日に開催されたニンテンドースイッチプレゼンテーション2017で発表されたゼノブレードシリーズのナンバリング作品。戦略性の高い戦闘と壮大な冒険が楽しめる本格 RPG。 総監督は前作に引き続き高橋哲也が務め、原案、構成、脚本も高橋が手掛ける。高橋によると開発の構想は、ゼノブレードクロス制作中の2014年末から2015年初頭から始まっており、コンセプトはジュブナイルボーイミーンイッツがある。ゼノブレードの直径タイトルとしてイメージしてもらうため、2が付けられており、 ゼノブレードと直接的なつながりはないが、ゼノブレードをプレイした人が喜ぶような仕掛けもあると、高橋は解説している。脚本は高橋が基本的なプロットを武田雄一郎と郷土をはじめに提示し、3人それぞれが執筆した原稿を合わせ、さらに過失修正を加えて作り上げた。メインキャラクターデザインは、斉藤正史、本作に登場する。 敵組織イーラのキャラクターデザインはスクウェアエニックスの野村哲也が手掛けている。野村は高橋のスクウェア所属時代の後輩であり、高橋側の依頼で野村の本作への参加が実現した。通常版の他にサウンドトラックや設定資料集が同梱されたコレクターズエディション本作のヒロインである小村と彼女が持つ聖杯の剣をモチーフにした特別デザインの 任天堂スイッチプ Switch コントローラーゼノブレード2エディションも同時発売。メタスコアは83点を獲得している。天空にそびえ立つ世界樹を中心に広がる雲海の世界、アルスト。アルストができる遥かな昔、人々は世界樹の上に住む創生の神と共に暮らしていたという。天空に築かれた法上の大地。昼を夜に、 雨を晴れにすることもできる理想郷人々はそこを楽園と呼んでいた。だが、ある日、人々は楽園を追われアルストに移り住む。アルストに移り住んだ人は、その過酷な環境に耐えられず、長く生きることはできなかった。やがて人類が滅亡の危機に陥った時、哀れに思った神は、自らの僕である巨神獣を使わし、人々を救った。わずかに生き残った人は、 巨神獣へと移り住み、幾万もの昼と夜を共に過ごした。こうして、アルストは誕生し、人々は巨神獣に国を築くことで生きるようになった。しかし、いつしか巨神獣は老齢に達し、寿命を迎えた巨神獣は雲海へと沈んでいってしまう。巨神獣という夜辺を失った人々による混乱が、世界に歪みを生み出し始めていた。主人公のレックスは、雲海から、 資材や古代文明の遺物を引き上げるサルベージを行うサルベージャーを制御とする少年。楽園につながる何かを見つけるためにサルベージャーになり、現在は故郷を離れて小型の巨神獣、じっちゃんの背中の上で暮らしている。ある日、秘密結社イーラにサルベージャーとしての腕を買われ、古代の沈没船の物資を回収する依頼をされたレックスは引き上げられた。 沈没船の船内で、天の聖杯と呼ばれる亜種生命体、ブレードの少女、ホムラを発見する。レックスは、ホムラの前に置いている剣に触ろうとしたが、その直後、イーラの主海神によって命を奪われてしまう。死んだはずのレックスだったが、気がつくとレックスは草原に立っており、そこには、ホムラの姿があった。ホムラはレックスに、自身の命の半分を分け与える代わりに共に、 楽園へと連れて行くことを願い、レックスもその願いを聞き入れる。こうして、ホムラに命を救われたレックスは、彼女と運命を共有する、天の聖杯のドライバーとして、楽園に連れて行ってほしいというホムラの願いを叶える。ため、天の聖杯をめぐる、様々な暴躍や、国家間の対立などと対峙しながら、世界の中心、世界樹の上にあるという伝説の地、楽園を目指すびに出る。 本作では巨神獣がフィールドとなり複数の巨神獣を渡りながら冒険を進めていく。巨神獣によって環境や景色は大きく異なり危険生物もうごめいている。巨神獣の外に広がる雲海には道引きがあり時間によって行ける場所が変化する。時間はいつでも自由に変えられる。各所にはランドマークと呼ばれる名所があり一度発見した場所には いつでも移動できる。敵に破れパーティーが全滅、あるいは高所から落下したりダメージを受ける地帯など、特定の条件で操作キャラが力尽きると最後に通過したランドマークに戻される。この時それまで獲得した経験値やアイテムを失うことはない。ランドマークの中には、秘境と呼ばれる絶景ポイントがある。各地にはお宝を発見できる。 最終ポイントや雲海に潜れるサルベージポイントなどがある。サルベージポイントはお宝を引き上げることができるが、敵モンスターも一緒に引き上げてしまうことがある。そのモンスターとの戦闘は回避できない。モンスターは時間や天候によって出現する種類が変わり、近づいても襲ってこないもの、視界に入ると攻撃してくるもの、群れをなして行動しているもの、戦闘中に乱入してくるもの、 仲間を呼ぶ者などがいる。時には、低レベルの中に、高レベルのモンスターが混じっていることがある。また、二つ目を持つ、ユニークモンスターと呼ばれる凶暴なモンスターがおり、倒すと貴重なアイテムが手に入る。ユニークモンスターを倒すと、命を関する者の,の墓が立ち、調べると何度でも戦うことができる。バージョン1.5、例以降では、難易度ごとの討伐時間が記録されるようになり、 インビディアのフレースベルグの村にいる戦いの観測者に話しかけることで討伐時間を確認できる。各所の町ではサルベージで入手したお宝を組み合わせて資金やアイテムと交換できる交易所他にはポーチアイテムを売っている楽器やおもちゃや本や食堂など様々な商店がある。ポーチアイテムは一定時間戦闘での補助効果があり、ドライバーやブレードごとに 好みのジャンルやアイテムが設定されている。街には困りごとを抱えている人がおり、解決するとクエスト報酬がもらえる。宿屋ではクエストや傭兵団で獲得した経験値を振り分けレベルを上げることができる。各町で買い物を何度もすると発展度が上がっていき商品が安くなったり新たな傭兵団任務が追加される。また、各ショップで 全ての商品を購入するとその店の権利書を購入できるようになり、その店のオーナーになれる。権利書は移動速度や経験値が上がるなどの効果がある。前作、ゼノブレード同様、戦闘はシームレスで移行し自動で攻撃するオートアタックが採用されている。前線で敵と戦うドライバーと後方から武器や力を供給してサポートするブレードに分かれており、 パーティメンバーは第2話でドライバー3人とそのブレード2体4話からは3体エンゲージできるように言っている通常攻撃を繰り返すと特殊攻撃ドライバーアーツを発動することができる敵の体勢を崩す攻撃する位置によってダメージが上がる回復アイテムを出現させるなど様々な種類がある同じ種類の武器でも扱うドライバーによって発動できる ドライバーアーツは変化する。各武器には4種類のドライバーアーツがあり、そのうち3種類を使用できる。戦闘でなどで獲得する SP を使うと新たなスキルを取得し、対応した武器を装備していると獲得する WP でドライバーアーツを強化することができる。ドライブアーツは攻撃する種類と順番によってドライバーコンボが発生し、コンボ中の敵は無抵抗になる。 ただし、敵の中には、ドライバーコンボが効きにくい、または全く効かない敵もいる。ドライブアーツを使っていると、ゲージが溜まり、ブレード自身が攻撃する、必殺技を発動することができる。この時タイミングよくボタンを押すと、ダメージが上がる、ボタンチャレンジが発生する。成功させると、バトルナレーションの合いの手が入る。威力は4段階ありレベルが上がると演出も変わる。 自分が操作しない仲間は、それぞれ独自の判断で攻撃しているが、必殺技の発動はプレイヤーが行うことができる。指定された属性の必殺技を、一定時間内に3回成功させると、ダメージが上昇する、ブレードコンボが発生し、最後まで繋げると敵からの状態異常を防ぐことが、でき、属性玉をつけることができる。コンボの順番は、最初に属性によって決まる。 コンボの2回目はレベル2以上、3回目はレベル3以上の必殺技を成功させることでコンボが成立する。仲間は自分でコンボをつなげられる属性を自動で選んでくれる。仲間の必殺技のレベルがどこまで溜まっているかはキャラアイコンの周囲を回っている白い玉で確認できる。またドライバーコンボ中にブレードコンボを決めるとダメージ増加。 コンボ時間延長などの効果を得られる、フュージョンコンボが発生する。戦闘中に増えていく、パーティゲージを一定まで貯めると倒れた仲間を復活させることができ、満タンまで貯めると仲間と連携して、必殺技を繰り出す強力な大技、チェーンアタックが発動する。チェーンアタックで止めを刺すと経験値や、ゴールドなどの報酬が倍以上に増える。通常は3回のみだが、 ブレードコンボを最後までつなげると出現する。属性玉を割れると、チェーンアタックの回数を増やすことができ、割るたびにダメージが増加する。属性玉は3回、半属性だと2回の攻撃で割ることができる。また、チェーンアタック中に、画面左上にあるゲージを貯めると、さらに強力な攻撃、フルバーストが発動する。第7話終盤からは、 ホムラ光の覚醒モードが使用できるようになる。本作に登場する亜種生命体。作中に入手する不思議な結晶、コアクリスタルと同調する、ブレード同調を行うことで新たなブレードを生み出すことができ、最も出現しやすい。コモンブレードは4種類の姿があり、能力、武器、名前はランダムだが、中には、レアブレードと呼ばれる姿、 能力が珍しいブレードも存在する。どのような形態であっても、基本的には人語を理解し会話することが可能。コアクリスタルには、エピック、レア、コモンの3種類がある。一つ同調するごとにオートセーブされるためリセットして、再同調することはできない。ドライバーがブレードと同調するときは、イデアと呼ばれるステータスが関係してくる。イデアには、勇気、誠実、慈悲、 正義の4種類があり、勇気は、人、水、誠実は、風と、氷、慈悲は、雷と、地、正義は、闇と光の属性のブレードが出やすくなる。イデアが成長すると強いブレードと同調できる、可能性が高くなる。イデアの成長には、ブレードの絆リングを成長させると、レベルが上がることがあり、消費アイテム、ブースターで一時的に、イデアのレベルを上げられる。 ブレードには攻撃、回復、防御の3タイプがあり、戦闘中に効果を発揮するバトルスキル、探索中に新たな道を切り開いたり最終アイテムを多く入手できるなどの効果を発揮するフィールドスキル、戦闘中にドライバーの攻撃や命中率を上げるなどのサポートを確率で行うブレードアーツを持つ。各ブレードは火、水、風、氷、雷、地、闇。 光のいずれかの属性を持っている。属性は、人水、風と氷、雷土地、闇と光が、それぞれの弱点をつく関係になっている。一人のドライバーにつき三体までエンゲージができ、戦闘中はブレードスイッチで自由に切り替えることができる。一度同調したブレードは、基本的に他のドライバーは使用できないが、 オーバードライブというアイテムを使うと別のドライバーに変更することができる。ただしストーリーでドライバーのペアとなるブレードは基本的には変更できないが、第8話でレックスがマスタードライバーになるとレックスのみ全ブレードとのエンゲージが可能になる。戦闘中ドライバーとは紐のような絆で結ばれており、色や長さによって違う効果がある。 ブレードとドライバーが近い位置で戦い続けると絆が高まり最高になると必殺技、ドライバーアーツのレベルが一時的に位置上昇し、バトルスキルの中には絆が最高時で発動するものもある。絆の長さには限度があり離れすぎるとブレードから得る力が弱まり必殺技が発動できなくなる。ブレードの強化はドライバーに供給する武器を強化するコアチップ、武器に 強力な効果を追加するアシストコア、ドライバーと冒険を重ねることでスキルが成長するキズナリングがある。コアチップはショップで購入するかモンスターから入手し、種類によっては特殊効果が付き武器の見た目が変わるものもある。アシストコアは最終で取れるアイテムと連成することで装備できるようになる。キズナリングの解放条件はブレードごとに異なり、 信頼度を高める特定のモンスターを倒す指定されたポーチアイテムを使うなどがある。信頼度はドライバーとの関係を数値化したもので絆リングを解放するだけでなくブレードスイッチの速度が速くなる効果がある。信頼度を上げるには戦闘中に絆を最高にする傭兵団の任務を達成するポーチアイテムを使うなどがある。また特定の場所に行くと信頼度が より深まる、絆トークが発生する。ブレードは、冒険に連れて行く以外では、様々な依頼をこなす、傭兵団として派遣し報酬をもらえ、経験値や信頼度を上げることができる。任務内容に応じて、ブレードの強さ、属性、性別、武器などが指定されており、推奨フィールドスキルを持つブレードを加えると、達成時間が短縮される。また、 任務達成ごとにポイントを獲得し、一定のポイントを貯めると発生するクエストをクリアすると傭兵団のレベルが上がり、同調できるブレードの可能数が増え新たな任務も追加される。アバリティア紹介グーラインビディア、列王国スペルビア帝国ルクスリア王国、アーケディア王朝イーラ特定の国に属さず、雲海に潜み暗躍する少数精鋭の秘密結社。 人型形態に変形できる大型戦艦、マルサネスを擁する。なお、イーラ側のブレードとシンとツ以外のメンバーは、バージョン1.30で追加された、アドバンスドニューゲームモードで2周目を開始することで、味方のブレードとして同調できる。レアブレード入手が困難なブレード。ほとんどはストーリーに関わることはないが、各、レアブレードが中心に描かれる、ブレードクエストや、絆トークがある。 また、傭兵団任務でリーダーにすると固有の舞台名が付く。デザインはそれぞれ違うイラストレーターが手掛けている。エキスパンションパスの追加ブレード本作の舞台は、アルストと呼ばれる雲海に覆われた世界。巨神獣と呼ばれる巨大生物が存在し、人々は巨神獣に国を築き生活している。しかし巨神獣は老齢により雲海に沈みかけている。 中心にそびえ立つ世界樹の上には、豊上の大地が広がる理想郷楽園があると言われている。追加コンテンツのダウンロードが可能になる有料 DLC、ゲーム発売日と同時に配信を開始した。限定クエストや追加要素が解放されたり、攻略に役立つアイテムなどが入手可能となる。バージョン1.5-2では、新キャラ、衣装、チャレンジバトルが追加された。 ゼノブレード2黄金の国いらは2018年9月14日に配信されたゼノブレード2の追加コンテンツの一つおよびモノリスソフトが開発し、任天堂より2018年9月21日に発売された任天堂スイッチ用コンピュータ RPG。2018年6月13日に配信された任天堂ダイレクト e c t E3 2018で発表されたゼノブレード2の 追加コンテンツ、エキスパンションパスの追加シナリオ。本編で、レックスと対峙した秘密結社イーラの主会、シンを、主人公に、本編から500年前に起きた、聖杯大戦が描かれる。プレイには、本編のソフトとエキスパンションパスの購入が必要。また、本編を所持していない、人向けに、同シナリオのみを収録した追加コンテンツとしては、異例のパッケージ版としても発売された。 パッケージ版には本編の同シナリオを除くエキスパンションパスの追加コンテンツをダウンロードすることができるダウンロードコードが付属している。本編とは異なり、戦闘はドライバー1人、ブレード2人の3人チームで行う。ドライバーも属性を持っており、武器スロットを変更することで属性を変更できる。本作ではブレードも操作可能となり、前衛と後衛を切り替える。 アタッカースイッチと操作ブレードを切り替える、ブレードスイッチで操作するドライバーやブレードを入れ替えることができる。本編と同じく様々なクエストがあり、クリアすると信頼してくれた人が人の輪となり広がっていく。旅の途中の拠点では、キャンプを行うことができ、宿屋のようにレベルを上げたり、ポーチアイテムや貴重品を作る、クラフトをすることができる。 ゼノブレード日本編に登場した人物の詳細に、関しては、上記の登場人物の項を参照。メインキャラクターサブキャラクターゼノブレードニョの国、イーラに関するカテゴリー。ありがとうございます。